藤本監督、後藤社長から解任を示唆される。試合後、後藤社長兼オーナー代行は藤本監督の2年間について、この2年間非常によくやってくれたと思います、感謝していますと話した。2年契約は満了するが、後藤社長は2年契約ですけど、今後のことについてお話しすることは今はないと思うと話すにとどめた。ひげ待ちだな、これはこれ以上契約しないと言ってるようなものだ。W3、これは怒らなきゃダメ、だらだら家で見てる俺らはまだいい、球場に行ってるファンは2年続けてこれ見せつけられてるわけよ。昨年といい今年といい、絶望的なほど2勝負間にかけている、絶対に退任してくれ。藤本監督の文句言ってる人は、じゃああんたが監督すれば勝てるって話やろ。不動産擁護するやつはいたけど、こいつ擁護するやつはマジでいない。他11球団のためにも藤本監督続投をお願いします。今日の試合でさすがにヒゲの進退決まった感ある。また面白い試合見たいから、ヒゲには続投してほしい。明日には一気に情報出てくるんかね。12球団で一番金かけた補強したのに、シーズー3位 CS1 ショートトン敗退じゃ、まあ切られる以外選択肢ないやろね。12球団育成力再開やないか、支配下で遊びすぎやろ。